皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、こちらアクティブノイズキャンセリングの機能とマイクに対してもノイキャン機能が効くイヤホンのご紹介です。聞くのも話すのもノイキャンが効くんです。ということでね、ウェブ会議がはかどるイヤホン、エレボッククリアのご紹介になります。今回はですね、エレボックさんからレビューご依頼をいただきましたので、皆さんとね、一緒に見ていきましょう。まずはですね、マイクに対するノイズキャンセリングについて見ていきましょう。周りの、ね、音を拾ってしまう環境でウェブ会議をしなきゃいけない時ってあると思うんですよね。まあ、ウェブ会議だけじゃなくて通話をする時もあると思うんですけども、そんな時にこの、ね、イヤホンがめちゃくちゃ役に立つんですよ。まずはね、早速このイヤホンのマイクを使ってね、録音していきましょう。今ですね、イヤホンとこの iPhone をペアリングしています。でいつもはね、この胸のところについているマイクで録音してます。でこのね、マイクをちょっと切り替えて試してみようと思います。はい、じゃあちょっとうるさい環境をちょっと再現しようと思います。これですね。はい、うるさいといえばメカニカルキーボード、この音です。で、まあ、ウェブ会議ねするときにメモを取りながらするときってあると思うんですけど、メカニカルキーボードでやってるとめちゃくちゃうるさいですよね。こんな感じです。でこれをやりながら話したらどうかということをやってみようと思います。いきますよ。皆さんこんにちは、山カフェです。今日はですね、エレボッククリアのご紹介です。どうでしょうか。このイヤホンですね、ノイズキャンセリングが効くんです。どうでしょう、こんなうるさくしても大丈夫、どうです、すごくないですか。はい、これすごいと思うんですよね。まあこんだけね、うるさくバチバチやりながらウェブ会議やる人もいないと思うんですけど、まあこれぐらい、こんな感じですよ。で次に、そうだな、外ですね、ちょっと喧騒の中で何か会話しなきゃいけない、まあ電話に出なきゃいけない時とかってあると思うんですけど、まあその環境をちょっと再現してみましょうか。ちょっと待ってくださいよ。相当うるさいですよね。でここで行きますよ。あ、もしもし、山カフェですけど、どうですか、聞こえますか。はい、今ちょっとすみません、うるさいところにいるんですけども、はい。ちょっとね、うるさいところで失礼させてるんですが、どうでしょう、聞こえますか。はい、はい、はい。はい、すみませんね。はい、そんな感じで、どうでしょう。声が聞こえたら OK だと思いますけど、ちょっとこれ、うるさすぎるかもしれないですね。はい、そんな感じで、ちょっと喧騒になったらお届けしました。すみませんですよ。どうすか、どうすかじゃないっすよね。いや正直すごくないっすか。まあ、たまにね、会議室取れなくて会社にいる時もね、執務室でウェブ会議をする時もあるんですけども、このマイクだったら執務室でねウェブ会議するっていうのもありかなってちょっと思っちゃいますよね。はい、ということで外観チェックと機能の紹介いってみましょう。エレボッククリア、ノイズキャンセリング機能付きイヤホンですね。アクティブノイズキャンセリング機能付き、そして通話ノイズキャンセリング機能付きですね。最大再生時間は30時間です。そしてイヤーキャップは6種類ですね。結構幅広くついてくる感じでしょうか。でイヤホン本体は、まあ、全体的にねプラスチック感は否めませんけども、シルバーとブラックでね構成されていますので、割とねシックな感じは受けますね。で本体はめちゃくちゃ軽いです。でこの軽さはねやっぱりね重要だと思いますね。僕はね肩こり、それから首こり持ちなので、まあ、軽いのは正義かなと思います。そしてこのケースですね、このケースも、マットな質感でございますね。で本体下部にここですね、LED インジケーターと USB Type-C のコネクターがあります。そしてリセット用と USB ペアリング用のボタンがあります。でケースはねとってもねマットな感じがいいですよね。そして、順番がね前後しますが、このイヤホンを開発しているエレボック社なんですけど、失礼ながらね、僕は初めてお聞きする名前なんですけども、実はすごいんですよ。
マイクのノイズキャンセリング機能なんですけども、実はね、この技術は有名ブランドも多数採用するということで、なんと全世界で1億台のデバイスに採用されているということなんですね。すごいですね、1億台ですって。さあ、じゃあ次はね、聞く方に行ってみましょうか。聞く方にもね、ノイズキャンセリング機能があります、まあ、いわゆるアクティブノイズキャンセリング機能ですね。こちらね、試してみましたが、ほどほどにキャンセルされている感じがしますね。完全無音の状態を期待するというよりは、仕事に集中はするけども、周囲からね、声をかけられた時に気づきやすい、そんな感じのキャンセリングだと思います。そして、外音取り込みモードもあります。でこちらの、ね、聞き具合もほどほどでいいかと思いますね。外の環境をリアルに再現するというよりは、外音を聞くことができる、例えば電車の中でアナウンスが聞こえると、そんなような感じの取り込みモードかと思います。でそしてね、そのモードは、イヤホンを挿した状態でこう長押しですね、長押しすることでアクティブノイズキャンセリング、外音取り込みモード、そして通常モード、アクティブノイズキャンセリングも外音取り込みモードもない普通のモードになるという感じですね。長押しになります。はい、そしたらね、最後に音質についても見ておきましょう。僕はね、オーディオの専門家じゃないので、あくまでもですね、僕個人の評価ということでご了承ください。音質ですけども、作業中にね、仕事中とか作業中に ANC アクティブノイズキャンセリングをオンにして BGM を聞いてみましたけども、非常にねナチュラルな感じがしました。例えばですけど、ハードロック系であればバスドラムとかベースの、ね、低音もちゃんと出るし、ハイハットのようなね、高音もちゃんと聞こえてくるという感じですね。ピアノのね、クラシック系も聞くんですけども、例えば鍵盤を叩く時の響き加減とか、それから弦が鳴ってる響き加減もちゃんとね、聞こえてくるという感じです。フラットというよりも本当ナチュラルな感じがしますね。好感が持てる音だと思いました。でそして今回ですね、こちら革製のケースも送っていただいたので見ていくことにしましょう。でこの革製のケースですね、入れるとこんな感じで本体もちゃんと入って、若干ね、余裕がある感じですね。もしかしたらこのイヤホン以外に何か他のものも入れてもいいかもしれないですね。とっても可愛い感じがします。で裏にはエレボックという感じでロゴがついてますね。可愛っていいですよね、とってもね。こうステッチ部分も可愛くなってますね。でこの手のね、イヤホンってケースがちっちゃいからね、ズボンのポケットに入れたまま洗濯しちゃったなんてことがあるかと思うんですけど、たまにね、よくそういう話聞きますよね。こういったね、ケースに入れておけば、そういったね、ミスもね、減るかもしれませんよね。はい、ということで見てきました、エレボックのノイズキャンセリングイヤホンクリアですね。現在クラウドファンディングサイトの幕開けで応援購入募集中ということです。応援の、ね、時期によって若干値段は変わりますけども、だいたい1万円ぐらいなんですかね。自宅とか、ね、会社でウェブ会議が必須の、ね、この時代、また外で、ね、通話するって時もあると思うんですけども、ぜひ、ね、快適なマイクとイヤホンで効率よく、ね、いろんなコミュニケーションを進めてみたらいかがでしょうか。質問等あれば、ね、コメントでぜひお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。